ステージライフをご覧の皆様、どうも鶴田亮介です。そうですね、このラッキースタという、舞台、ミュージカルですね。はい、皆さんご存知だと思うんですけれども、もともとアニメですごい人気のあった、アニメを今回、ミュージカル化するということで、すごい注目も今浴びてますし、実際僕自身ラッキースターしてたんですけれども、どういう風にミュージカル化するのかなというところが一番ありまして、アニメ自体は正直日常を今、面白おかしく描いて、で見てる人の共感を得たりするような、作品なんですけれども、今回ミュージカルということで、やっぱり1話2話とかじゃありませんし、一つの、2時間なら2時間で、始まりがあり完結させないといけないというところで、すごい、日常なんですけれども、笑いあり、涙あり、あとはそうですね、歌もダンスもすごい今回入ってるので、そういうところにもぜひちょっと注目していただければなと思います。はい、役どころはですね、カレーも大好きなんですけれども、カレー推しです。僕自身カレーはすごい大好きです。カレーにキーレンジャーです。やっちゃうんですよ。そうですね、カレーライスアロマって書いてあったんですよ。趣味特技が、ね、はいはい、カレーライスと、そうですね、キサキちょっとキーレンジャーっていうのに出たんですけれども、ちょっとそういうGロストで、やるというところもあって、ちょっと戦隊ヒーロー毎回イベントやってるじゃないですか。なのでそこもちょっと僕たちが何て言うんですかね、作品の中のスパイスとして、また面白おかしく見せていってるっていうところで、その中の一人を演じるんですけれども、実際男子生徒役という形で登場させてもらうんですけれども、物語のすごい自分で言うのもなんですけれども、ちょっとキーマンになる役、チームなのかなと。笑いは確実に起こると思いますので、ぜひ笑い担当ですね。笑い担当ですので、皆さん、期待して、見ていただければと思います。ちょっとネタバレにならない程度に、お話しすると、そうですね、4人組の、ブラスター機能だよ。ブラスター言っちゃった。ブラスター機能です。はい。ホームページ載ってる。ブラスター機能、そうですね。ホームページ載ってます。はい。何今それ何言ってるの。もう出てるから。アロマ機能。アロマ。カレーライス機能。それは企業問題。それはそうですね。今のはカレーライスアロマ鶴田亮介の方ですね。はい。いいな、アロマ三宅さんにいじってもらって。俺一応ちょっと年が上だからってことであんまりいじってもらえなかったから。ちょっとガヤがすごいうるさいんですけれども、はい、本当にお笑い担当として頑張ってますので、はい、ぜひ注目していただければと。あとダンスとか歌もちょっと、ダンスはすごいがっつり踊ってますんで、その女の子の華やかな舞台の中にこう男子生徒が何人かいい味出してますんで、そこもちょっと注目して温かく見ていただければと思います。はい、そうですね、やっぱりその原作がある舞台、もちろんファンの方もそこありきでこう見に来ていただけてるところがすごいあると思うんで、その元々のアニメのキャラクターの個性であったり特徴であったり、そういったものは、もちろん、自分で勝手にこう解釈せずにそのありのままを生かしつつ、今回その初のミュージカル化ということで、アニメでできなかったこの臨場感だったり、その生だからこそこの伝わる、例えばキャラクターのこういうところもあったんだ、逆にこういうところもちゃんと抑えてるんだっていうところに、すごい皆さん、力入れてます。ちなみに僕はちょっと原作がないので、その分結構自由に動かさせていただいてるんですけれども、はい、適当にやってるもんね、だからね。適当にやってませんよ、ちゃんと毎日稽古頑張ってますので、はい、そう、みんな汗びっちょびちょだもんね、みんなびっちょびちょで頑張ってます、はい、休憩時間、すぐただけ寝てる
違うんですよ、まあ、これもあの日々の稽古 の、はい、あの疲れということで、はい、皆さん、この度は、ラッキースターオンステ、ご来場いただけるということで、はい、ありがとうございます。はい、ですね、9月の、20日から、30日まで、東京ドームGロストシアターというところですごい、綺麗で、大きな、劇場です、やらせていただきます。はい、そうですね、この作品、まあ、僕、この作品の男子生徒役をちょっと演じさせていただくんですけれども、本当にダンスあり、歌あり、笑いあり、涙あり、本当に涙もあります、涙あり、高校生のこうなんか日常のこうくすぶるところであったり、こう逆にこうなんだろう、役者が一人一人そういう役になりきって、一生懸命演じている姿をぜひ、東京ドームGロストまで、見に来ていただければと思います。あとね、ホームページとかにも、付録といいますか、まあ、カフェなど、まあ、その、なんですかね、チケットにもよって、特別グッズなども、ついてきますので、その辺も、ぜひチェックして、見に来ていただければさらに、面白さが増すんじゃないかなと思います。はい、皆さん、ラッキースターオンステ、9月20日から30日まで、東京ドームGロストでやってますんで、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。